はいどうも皆さんこんにちはムドルです。それでは実況パワープレイ系12続きからやっていきましょう。今回はですね、まあ、前回どんな感じかね忘れたんですけどね、まあ、画面がつけばね思い出すんですけど、確かね6でもない球場を選んだね覚えがあるんですよね。ですよね。なんでここ選んだんだろう。まあ、しょうがない。選んでしまったものはしょうがないんでね。まあ、買いましょう。パーリン。え、で、遊園地にてかけようと。フリーパス。彼女いないよ、お前。寂しい。矢部くんと行くなんて地獄ですけどね。あ、海のさんいるね。いいね。3人いるのはでかいですね。どうしようかな。バイトしてもいいんですけどね。バイトするか。金も結構きついし。コンビニで。で、休むでいいな。休みましょう。海野さんいるね。海野さん行きましょう。やばいな。技術上げられないのがめちゃめちゃしんどい。次の日が試合ですね。うわー、やることねー。どうしよっかな。いやー、変な球場選んじゃいましたね。これが本当にやらかした。デートカネさんだよな。パーチケ5枚使って、いやー行きたくねえな博士。博士は正直まだガチ育成ではないんでね、あんまり行きたくない。デートす、いやバイトしよっか。で試合ですね。これは絶対に行きます。高え、ランク1でいいよ。で、ワンパク少年ですね。まあ、アイテムかけましょう。恋愛成就。いらねえ。いらねえアイテムだな。まあ、行きましょう。今のうちに海野さんと友情タッグ組みたいかな。さあ、行きましょう。ワンパク少年。まあ、少年なんでね、そんな強くないと思いますけどね。140キロとか投げれる選手なんてね、いないでしょうね。あ、輝きって、最終的にオール B だっけ？なんか忘れたな、能力。オール C だった気がしたけど、オール B だったっけ ?P12 あるね。ウェーイ。よし。オッケー。柿沼？どこど？どこど？おいし。田中。V スラー。よし。おい。さあ行きましょう。P12。ここはホームラン狙いたいかな。弾道1ですが。弾道1なのがちょっとね、そこだけがこいつネックだからな。矢部くんっていうか、ロボット試合に出していってどんな草野球だよ。草野球ってロボット試合に出していいんでしたっけ。もうまあそんなこと言ったらパワープルアプリなんて高校野球の公式戦でロボット出してますかね。じゃあいいのか。いいね。輝き。まあ、ホームラン打ちたいな、輝きは。輝きは本当に強いんでね。うわー、マジか。これ、打てたらな、でかかったな。よいしょー。入れ、入れ。マジで入んないか。
あぶね、セカンド投げられてたら終わったな。あー、ちくしょ。あー、でもいけるね。オッケーオッケーオッケー。うん、まあまあこれ以上点数いらないですが、とりあえず取っていこうか。これは入ったかな。あ、オッケーオッケー、よし、スリーランで、マジドレでヒット打ちたいんだよね。てててれれてててれれれ、よいしょー、これはいっただろう。嘘ー、マジで今の結構いい当たりだったけどな。福永、よいしょーい、それはホームランやろう。海野、海野さんも出るからね、ホームラン。どうだ、ありがお、取られたし、いけ、 P12、 はい、はい、OK、 福田、うん、いいね。なんていうもの、いだ、よし、あ、よしじゃねえわ、ストレート、うーん、いいね、綺麗だわ。オッケー、よし。というわけで、7対0で勝利と。いいねー。よし。で、ボールと。ボールでもいらねえな。ボールは投手ですからね。投手関係ないんでね。痩せましょう。誰いるかな？海野さん。もう海野さんとタッグ組むしかねえ。お疲れでやんす。じゃあお先にでやんす。幸子さんもお疲れ様でした。ああ、お疲れ様。今日も頑張ったよね。頑張っ、ゲホ、はあはあ。どうしたの？じっと見つめて。無理しないでください。いくらスポーツ万能の幸子さんでも俺たちと同じペースじゃ。私が女だから練習についていけないっていうの？それって差別じゃない？それとも紳士ぶってるつもり？バカにしないでよ。ここら辺もね、葵ちゃんと同じですよね。バカになんかしていません。でも、俺には最近の幸子さんがとても疲れているように見えて、年上な女の私が君のような若い男と一緒に練習することが間違っているのかもね。ごめんね、おばさんで。元気でみんなを励ましてくれる。でも無理にそう振る舞うのは逆に幸子さんらしくないと思うんです。無理な元気を求めていませんよ。いつもの幸子さん、明るい幸子さんでいてくれたらいいと思いますと。俺と矢部君ぐらいです。無理が元で倒れちゃったら意味がないと思って、俺がみんなに言いました。ガンガン言っちゃう性格でしょ？確かに。ガンガン引っ張ることが苦痛になってきた面が出てきたの。主に体力面とかね。君たちと同じ体力を持ち合わせていないわ。でも、それを認めたくないから、無理してでも元気に振る舞っていたのかもね、と。もっと純粋に野球を楽しまなくちゃね。いいですね。こんなことね、パワープロないんではね、思ってなかったんですけどね。やっぱりね、葵ちゃんのおかげですよね、これは。無理はしないで、でしょ？いいですね。このね、やっぱ、幸子さん、いいですよね。葵ちゃんをね、感じてしまう、どうしても。輝きいないのかな？輝きサボってんのか。困るなぁ。まあ、バイトすっか。バイト、うん、商店街でしよう。ジュースでもどうか。ウーロン茶。当たった。当たっちゃった。おお、当たった。マジドレくん。末恐ろしい男だ。当たり3連続だー。連打丸になった。レーデカ。あ、それはもう俺に決まっとるやん。何お前、自分がキャプテンになろうとしてんだ。うぬぼれんな。よし、休みましょう。借りましょう。やっと借りる来た。ちょ
ちょっとでかいグラウンドにしましょうかね。熱血はダメだわ。あ、でもいいか。ちょっともう高いの借りちゃいましょうか。ていうかさ、今思ったらさ、これしかねえじゃん。借り、筋力、走塁、守備、あー打撃が、まあまあいいでしょう、これで。微妙だな。輝きがまあ守備なんでまあいいですけど、もうちょっといろいろあってほしかったわ。で、試合ですね。試合はまあ行かないとなんで行きましょう。これも1でいいかな。またお前らか。まあかけましょう、パーリン。ミゾットテクニカルボール。お前マジで言ってんのか。こっちパーリンだぞ。パーリンでそんなんかけていいのか。はい、ということで6番ですね。行きましょう。もうね、こういうキャラは仲間になれないんでね。あの、スイコっていたじゃないですか。互角ブラックホルツの。あいつも仲間になれないんですよね。これがまたなんというかね。もうなんというか状態ですね。ワンパク少年めっちゃ当たるな。2連続でね、そんな当たることってないんですけどね。うん、いいね。よし、投手変えよう。まあ、モアナだろ、ここ。あー、なんだよ、変えたばっかかよ。変えんじゃねえよ、こんなやつに。よし、じゃあ行こう。行け、ストレート。おら！おーい。うわー、マジドレー。マジドレ、事故ですね。輝き。ナイス。あれ、輝きってサードだっけ？あ、そうか。ショートとかだと思ってた。あ、いろいろ守れるんですね。はい、じゃあ、モアナで。モアナ、マジ神だろ。モアナいればもう、余裕ですね。なんでバントした？小学生がこいつの球を打てるのが驚きやけどな。はい。最高。まあ、またできるだけ、ちょっと点数取っていきましょうかね。あ、ミスった。くそー。よし。これは、いかないか。マジか。モグリン。風がないのかな。お、これは行きましたね。うん、素晴らしい。佐々木志望、萩原、萩原も倒す。どうだ、チーン、マジドレ頼むぞ。よし、ナイス。もうマジドレ打ったからいいや。みんなアウトになって。はい、もう主人公打てばね、経験点は入りますからね。はい、よし。じゃあこのターンで、ターンじゃねえな、この回で勝ちましょう。クライアー、よし、クライアー。おい、ストレート、よいしょ。はい、はい、はい、はい。はい、よいしょ。渡辺。私のお世話になった方に渡辺さんという方がいましたね。渡辺さん優しかったな。いや、前の職場の人なんですけどね。いや、しんみりしちゃいますね、渡辺さん。いや、すいませんね。あ、やべ、何やってんだ、こいつ。あ、モアナ。まあ、完全に私のせいですけどね、モアナというよりも。うん。ナイス、海野さん。あ、やべ、そうだ、パワフルコンサートのホテル予約しないと。忘れてましたね、完全に。マグネット。どこに泊まろうかな？なんかカプセルホテルでもいいですよね。と、相当私的な話をしたところで。試合終了ですね。
まあできれば、んーてかね、打撃練習ないのきついな。守備だけじゃ、うん、でテクニカルボールと銃にもね、売れる要素があればいいんですけどね。真似してみましょう。おー、ナイス。ミートカーソルが大きくなった。でかい。でかいぞ、これは。マジかよ。めちゃめちゃ使えますかね、ミートカーソル。あ、海野さんと組めますね。ちょっとやってみましょうか。輝きもいるんでね。はい、こんな感じです。まあ、実はですね、この、イラストなんですけど、まあ、パーフェスでね、このイラスト使われたと思うんですけど、実はここで使われてたんですね。輝き。あ、いいね、ここ。12パーか。パーリン使おう。パワリン。ナイス。パーリンナイスですね。守備。まだか。休もう。うん。どうすかな、バイト、まだいっかな。まだいっか、バイトは。なんとかなるだろう、金も。お、せいやいったぞ。おー、さすがせいやくん。守備の腕は天下一品でやんす。でも、やっぱりあの性格が。あの、今打った人、その、はっきり言って、打撃ダメダメですね。ププププ。もうせいやなんかとやってられるか。ガンダーも一緒。ガンダーと仲いいんだ。最近夏枯れてて、犬はいいです。裏切らないから。仲間との問題の、話なんだけど、なんでそんなにやさぐれてるんだ。人とのつながりを大切にするんです。余計に限ったことじゃないけど、他人を信用しないと自分のことを信用してくれないだろ。お、何かね、聖夜には過去がありそうですね。もしかすると、ただ単に不器用なやつだけなのかも。ロボ、ソフトクリームなんだ。ウィーン、ニュー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 、アニメの6番なんだ。なんだそれ。フリーダン、フリーガンなのだ。ロボ、ビームなのだ。ウィーン、ガシャ。それなら本望でやんす。プスーン、そんなの出るわけないんだ。矢部くんが白目を向いて倒れた。ちょ、待って。こいつ白目向けんの？メガネだけどね。やる気がなくなった。どういうイベントやね。輝きは？いないか。バイトするかな？コンビニで。おお。他のお客様に迷惑だな。さすがですね。お、おさいやー、りんちゃん。いいから食べてみてと。これもでも見ましたね。このイベントも。お兄ちゃんとちょっとイベント違うけど。まあ、でも。うん。まあ、うん、デートイベントですね。輝き、無理だな。でも体力的に。いやー、金がな、プロセスト編は。まあ、いいや、りんちゃん。温泉行こう。あ、間違えた。博士の研究所行こうとした。入浴に、割り勘に決まっとるよ、バカ野郎。ああ、気持ち生き返るな。温泉ってなんだか幸せな気分になるから、りん好きだな。混浴したいですね。買いましょう。で、試合ですね。試合行きましょう。安い、安い。あー、高え。あ、でも、あんま変わんねえな。あんま変わんないならこっちの方がいいですね。で、ストロングナックルズですね。ここ強いんだよね、地味に。かけましょう。テクニカルボール。達人バット、いらねえ。あ、でもまあ、なんだろう。試合になるときに装備変えればいいんで、そういう意味ではいいですね。てか、そうすればよかったじゃん、今思ったら。何やってんだ。私、何をやっていたんでしょうか、今まで。さすが、ホームドレクオリティといったところでしょうか。まあ、モアナにしましょう。モアナ強いな、マジで。
お、なんとワドルディのぬいぐるみがこちらを向いていますね。てってってってん。ストレート。くらえ。じゃあちょっとですね、暇なので、まあ多分この試合勝てると思うんで、何の話しようかな。あ、そうだ。最近ですね、私ですね、この、あとちょっと、リアルな話していいですか？その、なんて言うんだろうな、働き方改革ってあるじゃないですか。あれ、どう思います？なんか、働き方改革ってさ、なんか私たちをさ、なんつうんだろう、苦しくしてるだけですよね、正直言えば。だってさ、今までは、ボーナスが出たじゃないですか。その働いた時間だけ。よし。だけど、なんかその、ボーナスじゃなくて、残業でしたね。ボーナスじゃなくて残業ですね。残業が出たじゃないですか、残業代が。でも、なんか働き方改革によって、その、働き方改革じゃないか。すいませんね。まあ、何かわかんないんですけど、働き方改革はもう問題ですけど、正直。2017年の何だったかな。なんか、なんとかって法律なんですけど、うわー、マジで。おー、でも意味ない。まあ、その、なんとかって法律なんですけど、うわー、意外と話せないな。そのなんとかって法律は何でしたっけ、1ヶ月の残業時間を60でしたっけ、60時間以上しちゃダメですよみたいな感じのやつがあったんですよね。あれでも私は違うんですけど、その現場監督の方とかねいると思うんですけど、その人たちのですね、給料がね、減ってしまうじゃないですかというお話なんですよ。まあ、これはですね、本当に有識事態。うん。現場監督の方って、休みって全然ないんですよ。本当に。めちゃめちゃ大変な仕事なんですけど、それで、その変なね、法律があるせいで、まあ、サービス残業ね、してしまうというですね。まあね、このもうね、日本が終わっているというですね、象徴なんですけれどもね。まあ、それはいいや。はい。うん、まあ、っていうことがですね、私最近ね、疑問なんですよね。本当に疑問、これ。うん、OK。はい、ということで、まあ、疑問でした。はい。まあ、それが喋りたかっただけっていう。うん、いいぞ。1対0、素晴らしい。いや、お前、0-1だかよ。まあ、試合が来るまで。うん、達人。ここら辺つけとかがよかったっすね。つっても、まあ打撃もやんないから意味ないけど。くそ、弱いなぁ。休もう。リンリンと正直関わってる暇ないんですけど。いや、でもねー。あ、そっか。なんかいねえなぁと思ったら。それはいないですよね。うん。モグリンとも組みたいけど。おらおらーい。お。出て大丈夫か。モグリンがここに来るんじゃないかなってふと思ったんだ。モグリンには何か通ずるものを感じるからな。3丁目に行かないか。3丁目の歩き方を伝授してやる。で、友情が深まったと。なんだこのイベント、どういうこと。輝きいいね。さあ、輝き来い。ああ、来ないか。ああ、モグリン。ああ、モグリンとでも。あ、でも、矢部くん。いや、モグリン。あれ？モグリン？モグリン。ちょ、待って、モグリン、ん？あ、深まったか。なんだよ。くっそ、モグリン。許され。まあ、完全に私のせいですけどね。よし。じゃあ、休もうか。うん。
あーどうしよっかな。あ、いや借りないとダメだろ。さあどれにしようか。あーなるほど、これ日の丸以外ねえな。うん、真ん中と一番右はありえないですね。あー土曜だからデートしたいんだよな。デートしよう。リンリン。まあ遊園地でいいかな。遊園地行きましょう。ちょっと評価上げたいんで、うん、金払いましょう。で、観覧車で。え、ここでも、あ、間違えた。割り勘にしまった。500円になって。一歩踏み出してみましょう。うん、いいよ。おー、素晴らしい。チャンスが得意。変態ですね、ただの。まあ、じゃあ、一旦この辺で終了させていただきます。はい。え、では、次回も見てください。それでは、お疲れ様でした。さよなら。